今回のポニーテールは絶対今年流行ります。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回はポニーテールアレンジになります。しかもこのやり方って多分皆さん見たことないんじゃないかなって個人的には思います。で、このアレンジ海外ではね結構なんか、定番というか、でも皆さんやられてるようなアレンジみたい で特徴的にはゴム2本 でなおかつゴムがもう見えないようなアレンジ方法になります。なので出先だったりとかね、朝の時間のない時だったりとかね、パパッとちょっとこなれ感があるようなヘアアレンジポニーテールにしたい方に関してはおすすめになりますので、いつもねポニーテールやられてる方ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はい、じゃあ始めていきます。まずブラシで溶かしていきます。で溶かして絡まりだったりとかをしっかりと取っておいてください。次に髪の毛を分け取るんですけれども、だいたいちょっと上と下で上下に分け取って、ほんとざっくりでいいです。そんなに綺麗に分け取らなくてもいいかなと。で下と上で分け取って、このね耳よりも少し上のあたりぐらいで上と下で分け取るようにしてください。分け取ったら上の部分をブラシで溶かして綺麗にまとめていきます。結んだらこの髪の毛を上に持ってきてダッカールで一度留めておきます。次に下の髪の毛もしっかりと溶かして、だいたいこのぐらいの位置ですね、この耳と襟足の間ぐらいの位置でゴムで結んでいきます。で結んだ時に最後少しこう輪っかになるように、こういうふうな感じですね、輪っかになるように結ぶようにしてください。上の髪の毛を下ろしてきて、この輪っか、下の輪っかの部分にこの上の髪の毛を通していきます。こんな感じで、で通したら下の輪っかにした部分の毛先の髪の毛をぎゅーっと絞るとこんな感じでゴムが隠れてくれます。あとはねお好みでコテだったりとかで毛先を巻いていきます。まあ、アレンジする前に少し巻いててもいいんですけれども、アレンジした後に巻く方が結構ツヤが出て綺麗に見えたりもするので、まあその辺はちょっとお好みでやるようにしてください。外羽と内巻きとランダムに巻いてます。だからランダムに巻いてた方がね毛先がちょっと動きが出ておしゃれに見えます。お好みでねこの輪っかにした部分も少し広げてよりルーズ感にしてもおしゃれになるかなと思います。こう横にこう広げるような感じで出すと結構ね簡単にほぐれてくれます。でバランスが整ったらこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じで皆さんいかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。簡単でなおかつここまでおしゃれにできるアレンジになりますので、ぜひね、これから暖かくなってくる季節皆さんぜひやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。